フランチェスコ・マンデルは、イタリアの指揮者、作曲家。ローマに、映画プロデューサーのピエトロ・マンデルの子として生まれる。幼少の頃より、サベリオ・メルカダンテの子孫であるハハルチアから、ピアノの教育を受けた。その後、ミラノに移り、ミラノスカラザで、首席チェロ奏者を務めていたエンツオ・マルティネンギからチェロを、学んだ。また、ローマのサンタチェ・チーリア音楽院で、アルフレード・カゼ、 ラットチェイザレドビーチに作曲を学び、1939年に卒業している。さらに、キジアーナ音楽院でアントニオ・ガルニエリの下で指揮法を習得した。指揮法を学んだ後、ベネチアのフェニーチェ劇場の練習指揮者としてキャリアを始め、1942年には同歌劇場のコンサートの指揮を任されるようになった。 1948年のマドリード公共楽団への客演を皮切りに世界各地のオーケストラに客演し1957年にはフィレンツェ5月音楽祭還元楽団のアメリカツアーやソビエト国立公共楽団の客演の成功で指揮者としての名声を確立した1969年から1976年まで南アフリカ放送協会ナショナル公共楽団の 主席式者を歴任した後は、ラティザーナで陰遁生活を送った。ラティザーナにて没。ありがとうございます。